おはようございます。そうですね、なんか道に迷うことって誰でもあると思いますけども、まあ、私はね、目的が達成されればそれが違法でない限り、後ろめたくない限り、誰の意見でもどんなアイデアでも取り入れていこうと思ってるんですよ。でも人っていうのはなんかね、それは俺のスタイルじゃないとかね、プライドが許さんとか、わけのわかんないこと言って目的から遠ざかっちゃいますよね。だってね、私広島から例えば東京に行くのに飛行機がいいんだったら飛行機で行きますよね。で、新幹線がいいなら新幹線で行きますよ。だから目的は何で行くかじゃなくて、行って何をするかの方なんで。で、私の場合はずっと新幹線で行きましたけども、なんで飛行機で行かないのっていうふうに聞かれましたよ。いろいろ理由はあるんですけども、私の場合はね、新幹線だといきなり行って乗れるんですよ。でも飛行機ってね、いきなり行って乗れないでしょ。便数限られてるし、待ち時間長いしね。で、トータルの時間、新幹線で行っても飛行機で行っても同じなんですよ。ほとんど同じ。なぜなら広島空港は広島市内から遠いんですよ。なぜか不思議ですけどね。でも新幹線は広島市内から出てるんですよ。直通ですよ。だから新幹線で3時間半ぐらいで東京行って、東京から30分で六本木ヒルズ、それで OK なんですよ。飛行機はね、まず空港に行くって作業が1時間ぐらい、そっから飛行機なんだかんだでやっぱり1時間半ぐらいね、待ち時間とかなんだで1時間半かかるんですよ。それから空港から六本木ヒルズまで行かなくてはいけないってことを考えると、なんか多少のね、差はあるのかもしれませんけども、まああれですよ、ダイヤを調べたりチケットを予約したりとかね、そういうことを考えたら、新幹線が楽だったですね。どっちでもいいんですよ。だからで、麻雀店でのし上がろうが、ネットビジネスののし上がろうが、私は自分の生活が、まあ、いわゆるね、まともっていうか、今みたいな形になれば別にどっちでもよかったんですよ。だからビジネスをして儲けるのも一つの手段ですけども、今みたいにビジネスせずにね、投資で儲けてもいいかなと思ってるんですよ。同じ生活が得れるんだったらね。確かにビジネスのスキルは毎日やってる吉谷さんとかにはかなわないと思いますよ。でも逆に言うと、毎日投資をやってる私に、今吉谷さんはね、一日の長が私の方にあると思いますし、だからこの道じゃなくちゃいけないってことはないと思うんですよ。で、結果どんな暮らし、自分の思い通りの暮らしを描ければそれ自分だけの勝利ですから、誰かと競ってるわけじゃないですからね。まあこの動画のやり取りがね、できる限りはこれからもやるかなってことだし、死ぬまでやるかなと思いますし、死んでもやるかなと思いますけども、まあでもね、ビジネスをやりたくてビジネスをやってるわけじゃなくて、あくまでも自分の理想通りの暮らしを実現するためにお金が必要で、時間も必要で、その両方を手に入れるためにはビジネスしかなくってっていうところからだったんですかね。今投資が両方やってくれてますけども、少なくとも1時間10時間勤務しないといけないっていう前提があれば、私の人生は全部ないですね。まあ、だから麻雀店っていうのは自分で作っておきながら、あれですけども、最悪の選択だったです。でも一時期は店長に任せて出勤が月に1回っていうね、そんな時期もありましたんで、経営者になる選択っていうのはまあなくはないかなと思いますよね。人を使う経営者、ただ人を使う経営者っていうのは反乱が起きますからね。安定したら反乱が起きるんですよ。大変な時はみんなで一致団結して乗り越えようみたいな感じでまとまることができるんですけども、安定と繁栄はもう分け前の話になってきますから、給料を上げろみたいな言葉が出てくるんですよ。労働時間をなんとかしろみたいなね、まあ、そういうところが私のね、店舗の瓦解のきっかけだったかなと思います。だからね、吉田さん、今みたいに一人でできるっていいですね。分裂のしようがないです。一人をどうやって分裂するんだって話ですよ。二人以上なら分裂や対立はあり得るんですけどね。いってらっしゃい。